株式会社富士銀行は戦前から存続していた安田財閥系の安田銀行が財閥解体等を経て1948年に称号を変更した都市銀行。2000年から2002年まで水穂フィナンシャルグループ参加に入っていた日本の都市銀行である。2002年日本工業銀行と合併市水穂コーポレート銀行に称号を変更した後、 2013年には2002年に第一、官業銀行が称号を変更して誕生した水穂銀行を、水穂コーポレート銀行が吸収。それに合わせて、水穂コーポレート銀行は、現在の水穂銀行へと称号を変更した。本店は、東京都千代田区大手町に置いていた。英略は、FBK、不要グループの中核。この項目では同行の前身である。 安田銀行についても説明する。旧富士銀行横浜支店、1929年建築1864年、安田財閥の創始者、安田善次郎は、江戸日本橋乗り物町に、露店の幹物商券両替商、安田屋を開業した。2年後の1866年には、日本橋小舟町へ移り、安田商店と解消発足したばかりでまだ信用力のない、 明治新政府の俯瞰紙幣や交際を率先して引き受け、その流通に積極的に協力。1870年に賞金金札等価通用布告がなされると、これらを額面引き返しさらなる巨万の利益を得ることになる。1876年、この強固な資本を基盤に、川崎八重門と共に、日本橋小舟町に第三国立銀行を開業。 また1880年には、本体の安田商店を合本に安田銀行に改祖した。こうして、資本金20万円、従業員31人、店舗数3をもって、銀行としての歴史が始まった。明治の日本にあって、安田銀行は、鉄道、執行などの大規模公共事業に資金を提供し、政府や自治体からの信頼を厚くする。そして、 当時の東京府東京市や大阪府大阪市の二府もその中に含まれ、その後の富士銀行の本金庫業務としての地位、公金の安田の名声を築いていくこととなる。時代が対象に移ると、第一次世界大戦や関東大震災、それに続く不況によって、社会情勢は不安定化。資金力、信用力が脆弱な中小の銀行は経営難に陥ったが、 安田銀行はこれを炎上し、時には吸収、合併を行い預金者の救済に当たった。こうして、親密となった11行が1923年に大合同して、新、安田銀行となる。資本金1億5000万円、預金5億4200万円、貸出資金5億2100万円、店舗数211、従業員数3700人などいずれの分野においても、 国内首位となり、この座は1971年の第一官業銀行誕生まで不動であった。初代安田銀行末期の店舗網は、栃木県から東北方向に伸びていた。統合参加従業の概要、編集第3銀行詳細は、第3国立銀行を参照同行は、大阪で国立銀行免許を安田が譲り受けて設立。 安田系の大合同に参加した中で2番目の規模ではあったが、初代安田銀行との店舗の重複は東京と横浜の2店舗であり、その他は大阪、山陰地方などに店舗を有していた。明治商業銀行同行はもともと安田と加賀前武によって設立。安田系銀行として安田、第三に次ぐ規模の銀行であった。本店は東京八重洲に置き、 東京府内を中心に、群馬県数カ所と石川県金沢市、長野県松本市に、計22店舗を有していた。根室銀行1898年に、北海道根室町に、柳田東吉が設立した。翌年の増資に際し、安田が引き受けることになった。道内各地に、全19店舗を置いていた。営業店として現存するのは、水穂銀行釧路支店。 帯広支店、当時の支店建物は、十勝市によう組合本店として利用されている。なお、昭和中期に、日本官僚銀行帯広支店の営業権を、富士銀行が引き受けた。水保帯広支店は、旧日本官僚銀行帯広支店の場所にある。神奈川銀行現在の横浜市神奈川区に本店を置き、明治恐慌や大戦後不況などで不調となった後、全支店廃止し、 本店内に第三銀行神奈川支店が設けられ、有価証券も第三銀行に譲渡された。安田系となった銀行としては、参加11行の中で最も遅い。営業店としては、現在の水保銀行横浜駅前支店。現存する第二銀の同盟の銀行とは無関係である。品野銀行、小坂善之助ら8名により、 私立銀行として設立したが1905年末に、キーと価格の暴落もあり、苦境に陥り1908年に安田の手により救済された。店舗は長野県中心に18店舗有していた。営業店としては、現在の水保銀行長野支店。1928年に設立された品野銀行とは、歴史的に全くの別銀行である。 京都銀行1894年に開業するも7年後の1901年の強行により経営は悪化。安田の手により救済された。現存する同盟の銀行とは無関係である。店舗は京都府、福井県に6店舗を有していた。営業店としては現在の水保銀行京都支店。130銀行1878年に 松本茂太郎が大阪市東区高来橋に資本金25万円で第130国立銀行として設立した。旧徳島藩士の小室忍と組んで宮津や福知山の旧藩主を解き、金緑交際を資本金として出資させるのに成功した。初代塔取には小室の父さ吉蔵が取締役には渋谷、稲田、松本正直が就任し、茂太郎は 取締役権支配人となった。1880年には重太郎が頭取に就任した。こうして1896年には、貸出資額は住友銀行をしのぎ、財阪銀行のトップの座を占めた。1898年、国立銀行の満期解散に伴い、同行は普通銀行に転換し、130銀行と解消。同行は136銀行。 大阪工業銀行、小西銀行、西人銀行、福知山銀行、87銀行合併し、1902年末には、資本金325万円、大阪、京都、滋賀、福井、福岡に15店舗を持つ、大銀行となったがその後の1904年に休業、破綻により、安田が救済し、それ以降安田系の銀行となる。 安田銀行への大合同直前には前期の地域に加え、朝鮮半島にも4店舗所を含む27店舗を有していた。営業店としては、現在の水保銀行大阪支店ほか、日本商業銀行1895年に開業。翌年には、福岡県文字町と北海道小樽町に進出。さらには、営業満期となった第103国立銀行を、九州合併。 現在の神戸市兵庫区に本店を置き店舗は、兵庫県内は元より、山口県、福岡県、長崎県長崎市、北海道小樽市に、全13店舗を有していた。本店は営業店としては、現在の水保銀行神戸市店、22銀行を詳細は、22銀行を参照1876年の国立銀行条例改正とともの有志により、 第22国立銀行を設立。その後1897年に22銀行と解消当時の地方銀行としては屈指の規模を誇るが1901年に苦境に陥り安田の手に委ねられた。岡山市に本店を置き、店舗網は岡山県を中心に香川、広島県内に全23店舗を有していた。営業店としては、 現在の水保銀行岡山支店ほか4店舗。日後銀行前身は第6国立銀行。現在の同名の銀行とは異なる。1877年に福島市で開業した後、1892年に本店を東京に移すものの最終的には熊本市に移転していた。その中で大阪支店の廃止や第9銀行の九州合併などを行った。 統合直前には、熊本県を中心に、全19店舗を有していた。営業店としては、現在の水穂銀行熊本支店。旧、富士銀行鳥取支店終戦後の財閥解体によって、安田銀行は安田家と決別する意思のもとに、1948年、富士銀行と解消。富士という新称号は、日本最高峰である。富士山にちなんでおり、国民、 共立、日本商業、富士などの中から、京浜地区の公員によるアンケートの結果選ばれたものである。戦前からの強みであった、公金取扱いに加えて、扶養グループの結成により、一大企業系列の中核となった。個人向け業務の分野でも、皆様の富士銀行をキャッチコピーに掲げ、創業80周年を迎える1960年には、カラコロ富士へを新たに採用。 王人、個人の双方に強い名門当銀として、また、東京都及び特別区との強いつながりから、東京の地銀として、長らく歩んだ。こうして紛れもない上位業として君臨するが、1970年代以降は、第一官業銀行が発足して、長年君臨していた、預金業業界トップの座を奪われるなど、その地位は徐々に低下していた。このため、 1970年代後半には同じく、都銀上異業であった三和銀行との合併を画策し、業界トップの座の奪回を狙っていた。東京本店の富士銀行と大阪本店の三和銀行は、店舗網のバランスでも保管性が非常に高く、経営状態、総資産も両行ほぼ同じで事実上の被財閥銀行同士であり、吸収されるリスクも皆無であったため互いに、 合併のメリットが大きかった。さらに、三和銀行系の多くの企業が、富士銀行を巡主力業、もしくは三和銀行と並ぶ、主力業にしていたため、合併交渉も順調に進み、三和とは合意寸前にまで達したが、金融業界全体が五層戦乱方式にどっぷり使っていた当時では、巨大銀行の誕生は預金の河川につながり、銀行業界にとって、 好ましくないという理由で、大蔵省からの認可が降りなかったため、この合併はご破産となってしまった。1980年代に入ると、住友銀行が積極的な営業を展開する中、平和総合銀行を九州合併。首都圏構成の足場を築き、バブル期に突入するとより一層営業に力を入れた。焦る富士は対抗して営業部隊を投入。 白兵戦を繰り広げ、FS 戦争王と呼ばれる、熾烈な貸し出し競争を繰り広げ、1988年10月、住宅を担保にどんな使徒でも自由に使える、カードローンである、重活ローンの取り扱いを拡大し、翌年9月には、海外担保ローンも導入。バブル景気に踊った。また富士は、もともとは、三和銀行とつながりの深かった大阪に本店を置く。 有力な信用組合であった大阪府民信用組合の経営に深く関与するようになり、富士から府民申訴に対する紹介預金の過半がビトマン事件で逮捕された巨栄中や伊藤寿栄高の関連企業に流れていたことが発覚した。さらに当時の府民申訴理事長が格策していた大阪南部を基盤としていた川内信用組合と府民申訴の合併が実現した際には、 不民新総理事長は、余剰となった店舗を富士に譲り渡すとの内諾を、富士の関西駐在役員と交わしていた。1990年代、不良債権問題、金融システム不安の拡大と、並行して、富士銀行の経営は悪化の一途をたどる。金融ビッグバンの流れに乗って1994年に、富士証券、1996年に、 富士信託銀行を設立するなど、業績改善を図ったが、いずれも収益の柱となるには至らなかった。また、前年に日本工業銀行に合併の打診をしたが、破断になった。しかし、これが第一勧銀、公銀との統合へとつながったことは否めない。1997年11月には、山市証券が自主廃業。 親密だった富士は山市を支援するだけの余力がなかったと市場からみなされ株価が暴落する事態になった。同年6月2860円だった富士銀行株は翌1998年10月には252円まで値下がりしている。国内50拠点を統廃合海外拠点をほぼ半減し1998年から2000年にかけて 公印1700名のリストラを余儀なくされた。金融総危険全化法に基づく公的資金注入は都銀の中でも最大規模の1兆円に達した。1999年には系列の安田信託銀行が経営危機に陥り、第三者割当増資を引き受け救済士会社化するが、もはや富士独力での再建は不可能だった。 ここで浮上したのが第一官業銀行との連携であった。二行の参加にあった富士信託銀行と第一官業信託銀行を合併し、第一官業富士信託銀行とした上で、安田信託の中でも比較的高収益だった法人、年金部門を分割上と。こうした経緯から第一官銀との関係が生まれ、水保 FG 発足へとつながっていった。 この連携の素地には1969年にクレジットカード業務を行うために設立した合弁会社であるユニオンクレジットの成功による良好の信頼関係が存在していた。また、1960年代後半に地方店舗整理の再日本環境銀行と一部店舗を交換した。ニューヨーク事業所の理財・編集合併統合を目前にした2001年9月11日。 アメリカ同時多発テロ事件でハイジャックされたユナイテッド航空175便が世界貿易センタービル南東78から84階に衝突した。ニューヨーク支店及び現地法人等は南東79から82階に入居し、現地採用を含め約700人ほどが勤務に従事していた。このうち支店長のほか、米州営業部長、米州営業管理部長、 水保キャピタルマーケッツ社長など12名が犠牲となった。事件の翌年12月に犠牲となった一行員の妻がこれについて綴ったエッセイを上司し、2004年9月11日には2時間ドラマ、9.11NY テロ真実の物語として、富士テレビ系のプレミアムステージ枠にて実写化、放映された。2005年9月11日、水保 FG 本部前に、 追悼の慰霊碑が設置された。ニューヨーク市消防局から寄贈されたもので、犠牲者の名が刻まれている。水穂 FG が本社を置く大手町タワーが完成後には、慰霊碑もタワーと同区画内に設けられた緑地である大手町の森の中に移設され、毎年9月11日には、献花台が設置される。テロについての詳細は、 ユナイテッド航空175便テロ事件参照2002年4月1日に第一管業銀行にカスタマーコンシューマー銀行業務に関する所営業を承継させまた同行からコーポレート銀行業務に関する所営業を承継し並びに日本工業銀行を合併水穂コーポレート銀行と解消した2002年から2013年までの富士銀行の 法定手続き上の承継会社は、水保コーポレート銀行であった。2013年7月1日に、水保コーポレート銀行が、水保銀行を、吸収合併。行名を、水保銀行に改めた。出店。詳細は、扶養グループお参照安田銀行に時代に店舗が存在した地域富士銀行になってから撤退した、地域対象期に初出店した地域富士銀行に、 なってから出展した地域1980年従来の交渉に変えて正方形の中に富士を台形で表した宣伝用ロゴマークを制定した。さらに1988年10月1日の行商変更40周年を機にコーポレートアイデンティティの一要素であるビジュアルアイデンティティを導入した。6導入は中期計画1 9 r c t 作戦の柱である リテールバンキングを推進していく上で、イメージ戦略を積極的に活用し、他行への優位性確保を図ろうとする理念のもとで実施され、製品、企業ブランディングを手掛ける企業としては、世界最大規模である、ランドアソシエーツによる選定と、富士銀に関するイメージ調査をもとに、青、緑のグラデーションを打ちに、先進的でダイナミックな銀行をイメージさせたいとの願いを込めた。 新度語を決定した。このロゴの愛称は、校内で募集され、2万点の応募から、ダイナミック富士と決定された。店舗についても、視覚的な統一性を持たせるため重機、備品などの形状、素材まで、フルコーディネートする、ストアアイデンティティを1989年8月以降、順次導入。店舗新設の際には、最初から、フルコーディネートを施し、既存店に関しては、 店舗改築、改装時に実施することとして、二重投資や大幅な経費増を回避するとの方針を定めた。1987年6月、宣伝用ポスターにポール・ニューマンを起用。1989年には指揮者の大友・直人と、ピアニストの中道育を起用、二人が共演する冠イベントコンサートをサントリーホールで開催するなどした。 1991年1月からの銀行のテレビ CM 解禁時には、インド人の女性シンガーである、ナジマ・アフタール、カナダのエンターテイナーであるディアーヌ・デュフレーヌ、ドイツのバリトン歌手であるオラフ・ベアオペラ歌手のチェチー・リエ・バルトリ、イギリスのパーカッション奏者であるエベリン・グレニーラを起用。1992年夏のボーナス支給時には、戦術の世界の新進気鋭の音楽からが出演する。 シリーズに加え、新たに、南加穂、田中律子が共演の上で、商品やサービスを伝える CM も出向した。1993年、女性タレントをイメージキャラクターに起用する金融機関が多い中、異色ではあるが、元木正宏あえて起用。これには、当初校内から、異論も出たが、若い女性顧客を中心に好評を博し、水穂銀に再編される。 直前の2002年3月まで実に9年もの間、彼がイメージキャラクターを務め続けた。他にトンネルズラが起用された。1989年には新社会人向けキャンペーンにウルトラマンを起用した。パンフレット、ウルトラ流3分間ビジネス術を発行し、営業店で無料配布したほか、主な取引先企業の社員にも配布した。その他、新聞、 雑誌広告を展開した。1962年冬のボーナス支給による預金獲得キャンペーンを実施する際、ディズニーキャラクターを使用した反則品の販布を企画した。しかし、ディズニー社から使用許諾を得ることができなかったため、富士銀はボクちゃんというオリジナルキャラクターを生み出した。詳細はカテゴリー 水保フィナンシャルグループの人物を参照山梨県の富士急行を中核とする富士急グループとは関係ない。国民総合銀行の更新業とは無関係であり、A 称が当時存在した庶民金庫と同じとなるため見送られた。1923年の安田銀行発足に参加した銀行と名称が同じになるためこれも見送られた。 住友銀行も新業名の候補としていたが同行は大阪銀行と解消した。一例を挙げると、シャープ、高島や日立製作所、ピップなどがある。ちなみに、日立製作所は不要グループと三和銀行の有志集団である緑会の両方に加盟している。ただし、同行の業態は旧日本工業銀行に近く、一般には富士銀行は 第一官業銀行と合併して、水穂銀行となった。といった方がわかりやすい。手続き上、新会社設立とともに、合名会社、安田銀行を吸収した。合併の準備会社であるため現在の会社法では、銀行を関してはならない。同地内での2002年現在に存在した店舗は、高度成長期以降に設置した店舗である。富士銀行80年史によると、 業務譲り受けと表記されていた。当初、業名変更は同年4月の予定だった。なお、コンシュマーバンキング業務は第一官業銀行に分割承継させ、第一環銀は水穂銀行に業名変更。ちなみに、ディズニーキャラクターは三菱銀行が同時期にイメージキャラクターに採用し、三菱 UFJ 銀行となった現在も使用している。ありがとうございます。